はい、関空到着です。はい、やってきました。パイム島石垣空港です。はい、さーい、沖縄にやってきました。八重山観光のフェリー乗り場に来ました。気持ちいいな。めっちゃいい天気やな。めっちゃいい天気。昨日の時点では曇りの予報やったからちょっとね不安やったけど、快晴でよかった。八重山観光フェリー、これに乗って30分くらいで竹富島に行きます。はい、今八重山観光のフェリーに乗車しました。だいたい30分くらい、15分ぐらい。あ、15分ぐらい。うん。めっちゃ早いな。15分ぐらい。うん、早いよ。15分。片道ね。15分。まあ実質10分ぐらいかな。実質10分。めっちゃ早いよ。うん。石垣に来たら10分15分で行けるアクセスの近さっていうこともあって、でめちゃくちゃ綺麗な金堂浜っていう海もあるんでね。うん。ぜひ行ってほしいです。めっちゃ綺麗よ。うん。楽しみやね。うん。あ、下船しました。はい、着きましたね。着きました。はい、出発。本体のままね、ちょっと、おお。まあ、海の方はちょっとだけ曇ってるね、うん、いい感じやな。うん、もうめっちゃいい感じ。一番いい感じ。人少ないな。人少ない。あ、もう取れてるよ。うん、いいね。はい、コンドイ浜です。まずコンドイ浜です。あの向こうの看板でとろば、うん、今まきん、はい、やってきました、コンドイ浜です。めっちゃ綺麗やな。見てみて、ほら、ん、白い砂浜に透明の海、バッチリやな今日の天気。すごい日差しや。今日はもうこれ完全に一番綺麗な近藤浜やな、うん、満潮でな、うん、満潮がね8時25分で、今だいたい9時なんで、ほぼほぼ満潮で、でもう、ま、雲一つないとは言われへんけど、そんなに雲も言うほどなくてね、最高の天気だね。あー、いいなあ。はい、今日も何かメッセージもらおうかな。メッセージ、まあお言葉をもらう。僕の一番好きな海は近藤浜やね。これなんでかっていうと、ずーっと今まで海とかに入ってこなくて、で海がそもそも怖かったん、入ったことがないから。で初めてここに来たのが6年前。6年前に来て、こんな透き通って、そこも全部真っ白で、これやったら入れるわって思って、やっとそこで海を克服できました。なんでここはすごい特に思い入れのある特別な海なんです。今日はグリーンでなかなかいい感じ。うん、だいぶな色気も満載、葉っぱも満載。
熱っ。昼食かな。はい、昼食です。石垣港で買いましたポーク卵と、ジューシーセット。ジューシーっていうのは琉球言葉で火薬ご飯です。唐揚げ、卵焼き、コロッケ、ウインナーはーいをちょっといただきます。はい、ものすごい勢いよ食べ方。回してるんやったら言ってくれない。あ、回してるよ、清掃官。めっちゃすごい勢い怖いわ。な、取らへんねんから、こういう感じ、うん、はい、ごちそうさまでした。お昼ご飯めちゃくちゃ美味しかった。美味しかったね。美味しかった。もうちょっとお腹いっぱいになったからお腹はあんまり取らないでくだ。そしたら、まあ今が12時10分なんで、うん、まあ1時ぐらいまでもうちょっとこの近藤浜をね楽しんで、ほんでその後、パイヌ島さん行ってかき氷を食べようかなと、空いてたらね食べようと思います。じゃあまあそういうことでね、あと1時間ちょっとだけ近藤浜で遊びましょうか。ん、パラセーリング。パラセーリングはしないです。パラセーリングです。おバカやで、ほんまに。よし、行きましょう。はい、OK かな。は西の桟橋ですね。はい、西の桟橋来ました。はい、西の桟橋。はい、近藤浜から西の桟橋まで来まして、うん、でこのまま集落入ってかき氷屋さんに行きましょうか。行きましょう。もうこの照り返しがやばいわ。うん、なあ、うん、下がこれ何、これなんていうの、アスファルト。アスファルト。アスファルト。あ、ちゃちゃちゃ、コンクリート。コンクリートか。うん、もうね、こう見て綺麗な、めっちゃ。うん、透き通ってる、白いしさ。あとみ。残念でした。パーラーパイム島お休みでした。シークワーサーイチゴブルーハワイ抹茶。うわ、見てほら、シロップいっぱい。うん、うまっ。シロップもうひたひたでね、この
まあ。